デブグルーまたは海軍特殊船開発グループはアメリカ海軍の特殊部隊であるネイビー・シールズから独立した対テロリスト特殊部隊である。デブグルーはもともと1979年に発生したイランアメリカ大使館人質事件における人質救出作戦であるアメリカ陸軍の特殊部隊であるデルタフォース主導のイーグルクロー作戦における 任務失敗を教訓として、同年10月に、海軍中佐であるリチャード・マルシンコにより便宜上、シールチーム6として発足した。そして1987年に、現在のデブグルーに名称が変更された。本部については、バージニア州、ダムネックに所在する。部隊管理上は、アメリカ海軍特殊戦コマンドの直下に置かれるが、作戦上は、ネイビーシールズと違い、デルタホースと、 同じく統合特殊作戦コマンドの指揮を受ける。デブグルーは、公式には、アメリカ海軍特殊戦コマンドで運用される陸、海及び空艇における戦術と技術の試験、評価、開発を担うものとされており、アメリカ政府では、デブグルーがアジェイサックの指揮下で、実際の特殊作戦に従事していることを公式には認めていない。しかしその任務内容は、タイテロ、 大量破壊兵器の拡散阻止、敵国内における高価値目標の奪還内し暗殺であると推測されている。シールチーム6の旧パッチ1978年より、ネイビーシールズのチーム1のエコー小隊、チーム2のモブマイナス6小隊が、試験的に対テロユニットとして存在していた。イランアメリカ大使館、人質事件での救出失敗に伴い、陸軍のデルタホースが、 技能的にカバーしきれない船舶や海上油田のテロに対応するためのユニットが必要となった。そこで元チーム2の指揮官、リチャード・マルシンコに白羽の矢が立ち、チームにモブマイナス6招待主体に編成が始まった。選定基準は実戦経験、体力や実写技能、言語能力などに及んだ。優秀な隊員たちを引き抜かれたチーム1とチーム2は当然快く思わず、 しかも、予算の限られた、両海岸のチームに比べて、チーム6は、湯水のように予算を使っていたことからその後しばらく、確執を生むこととなる。1年目の訓練は、年間365日、休暇が半日2回のみと言われ、東海岸の拠点にとどまらず、国内数箇所を転々としていた、海上における船舶強襲、海上油田の制圧、高高のパラシュート効果、 そして実写訓練等実践さながらの訓練が続けられた。射撃訓練にかけては1日に数千発を射撃することもあり、9ミリ拳銃の弾薬の経費は1年間でアメリカ海兵隊全体を上回ったと言われる。初期の頃 CQB 訓練中銃の5射で1人が死亡、パラシュート降下訓練で1人が死亡している。 現役のシールズ隊員が選抜されるが、それでも選抜訓練で脱落していくものも多く、元デブグルーのハワード・イ、e、ーワーツ・ディンによれば6ヶ月の訓練期間中で30人中4、5人が脱落したと、される移動に防弾と武装を施したベンツ、車1台分の値段がする、シタン合金のフック、ドレーゲル車製の閉鎖式循環呼吸器など、当時の最新鋭装備と最高の戦闘技術を持った。 集団になった、ハーミド・カルザイ大統領を護衛するデブグルー隊員、ザ・ロック武装勢力に占拠された、アルカトラズ島の人質救出に向かう、特殊部隊として登場する、元デブグルーのデニス・チョーカーが出演している。また、アドバイザーとして、デブグルー初代指揮官のリチャード・マルシンコも参加している。ゼロダーク・サーティン・サーマ・ビン・ラーディン殺害作戦の裏側を描いた映画作品。 コール・オブ・デューティ・ブラック・オプスに主人公のデイビッド・メイソンが所属。スプリンター・セル・ブラック・リスト謎のテロリスト集団、エンジニアによるグアムの米空軍基地教習を受け、主人公、サム・ヒキエル・フォース・エッシュロンと共同する、イラク・ミラワのエンジニアの基地と目される複数の施設を、数チームで同時に襲撃するも、襲撃を予期していたエンジニア側の罠にかかり、全滅する。 メダルオブオーナーウォーファイター実際のオペレーターの体験を元にした脚本によるゲーム作品ネイビーシールズとデブグルー隊員で構成されたタスクフォースの活躍を描く AB 極秘26ページ極秘137ページ US スペシャルオプスアメリカズエリートフォーセススインザ21ショートトーンセンチュリーフレッド・ J ・パーシスンビ・パブリッシング・カンパニー2003 AB 極秘138ページ極秘6ページ、AB 極秘206ページ極秘199ページから201ページ、極秘138ページから144ページ、AB 極秘144ページから145ページ。ありがとうございます。